の30歳彩花まやです。今回はこの背景ね、白い今布を貼ってるんですよ。ここ配信部屋なんですけど、こういう感じでスタジオのような感じにして布を貼ってるんですよ。でここでちょっと食べる配信をしたり、喋ってる動画を撮ったりしてるんですが、今回ねガラッとちょっとイメージを変えようと思います。っていうのもじゃん、ファンの方からねこちらの背景の布で柄がついてるものがあるそうなので、それをいただきました。で普段ちょっとシンプルに白って思ってたんですけど、白にしてるとちょっと顔がね、逆にこの白いところが多い分暗く映ってしまったり、こういくら電気を当ててもちょっと私 iPhone で撮ってるので限界があったりするので、ちょっと、変えたいなとは多少思ってたんですよ。なのでせっかくなので変えてみましょう。はい、ということで普段こういう感じの環境で配信をしております。すごいシンプルな感じにしようと思って、そこのねあまり広くない部屋いっぱいにスタジオのようなセットを置いて配信しておりますが、背景を変えるとどうなるのか、背景チェンジ。はい、配信のいつものスタイルの場所に移動してみましょうか。100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる、 YouTube から見える景色を真っ赤なバラで埋め尽くしてどうでしょう、これいいんじゃない、ちょっと私らしい感じになるんじゃない、ある意味ね。宝塚の話する時とかさ、豪華でいいじゃん。しかもこう背景が結構ね白と比べると暗めになったんで、顔がね明るく見えていい感じだと思います。ちょっとたまにいろいろ背景変えてみるのありだな。ね、背景の布ってこういう風にここに筒が刺せる状態の布であれば何でも背景にできるんで、なんかちょっといい布あったらいいねこれ。うん、ちょっといろいろたまに背景変えるのありだなと思いました。ということで、しばらくこの背景でいろんなことを語ったりチャレンジしたり食べたり飲んだりする配信をやっていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。バイバーイ。愛それは甘く、Yeah.